植毛事例ガイドブックを視聴者の皆さんに無料プレゼントしています。詳しくは概要欄から。金山さん、お久しぶりです。お久しぶりです。ご無沙汰してます。ハゲワンでお世話になりました。お世話になりました。こちらこそありがとうございます。本日は井口社長の美容室の店舗にて大変身企画ということで、はい、はい、かっこよくなりましょう。よろしくお願いします。現状の頭は今どんな感じですか？そんな伸びてないかもしれないです。あ、でもいいか。前髪がそんなに伸びないですね。わかりました。私ここはディアローブ下北沢のお店になります、はい、よし、じゃあ早速上に行きましょうか。お願いします。行きましょう。こんにちは。よろしくお願いしますよ。いらっしゃいませ。ようこそ大阪のお座だ。今日来てくれます。今朝夜行バスで着きました。夜行バス、はい、本当にありがとうございます。こちらこそ。ここはディアローブ下北沢店にようこそいらっしゃいました、うん、今日担当してくれる鈴木ですので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カネゴンです。楽しみにしてます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、山本さん、今日本当によろしくお願いします。はい、ありがとうございます。金山さんをかっこよくする、はい、お手伝いをよろしくお願いします。早速ちょっと、そこら辺でヒアリングでもします。はい、ぜひ。どうぞどうぞ。お願いします。いや、どうも、お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ、金山さん、ちょっと自己紹介から、ぜひ知らない人いらっしゃると思いますんで。はい、ハゲバンに出ました、金山です。27歳です。今日は普段何の仕事されてるの？普段は、島屋の元で社定として働いてます。島屋とか働いてるんですよ。はい、あの大阪じゃなくて兵庫なんですか？兵庫ですね。そうですよね。はい、そこになんか島屋の本社みたいのがすごい、すごい本社があって、そこで働かれてるんですよね。はい、本社で。で、それでなんでハゲバン出られたんでしたっけ？本社で仕事をこうやってしてるときに、島屋が後ろを通って頭をポンポンと、あの何度か叩くというか、まあ、ぶん殴られる。島屋がぶん殴るから。そうですね。で、まあ、ちょっと来てんなみたいなことを。なるほどね。今時そんなこと言う人いないんすよ。大体ね。もう昭和みたいな方ですね、本当に。そうですね。それはちょっと納得いかないと。そうですね。でもまあ、いずれ父親みたいにこう頭頂部とかもう M 字も来るんだろうなっていう覚悟はしてたので、とうとう来たかと気づかされたと。なるほどね。はい、島屋に気づかされたっていう。そうですね。とんでもない人ですね。大丈夫ですか？大丈夫です。愛情が。愛情、いや、言われて。愛情とパワハラってね、紙一重。紙一重ですもんね。まあ、私はイコールだと思ってます。愛情とパワハラもイコールだと思ってます。島屋ダメですよ、そういうパワハラばっかりやってたら。大丈夫です。はい、はい、そういう感じなんですね。はい、あとやっぱりちょっと、まだご結婚されてるんでしたっけ？いや、してないです。やっぱかっこよく見えたいですよね。そうですね。今日はもう、うちの方、実はですね、鈴木さんあれですよね、うちって結構はい、結婚相談所のお客さんがすごい多いですよね。そうなんですよ。もうびっくりするくらい多いですよね、はい、で撮影とカットとしてますので、めちゃめちゃかっこよく女性からの見え方も研究しておりますので。おー、はい、それはいい。ください。あと鈴木さんがすごい人で、はい、もう予約表がメンズで終わっちゃってるっていう、結婚相談所の人をやりすぎて。1日カット多い時何やります？多い時は20日カット。1000円カットだけに。でもカット6800円を1日で20人やるんですよ。すごいですね。今までやったカットって言った男性の人数がもう3万人3万人を作ってきた。まあ1000円だと3万回ですよね。そうです。もうほとんど指名客なんで、うん、3万回を切ってる人でも多分これ以上メンズうまい人は日本にもいないんじゃないかっていう鈴木さんに、今日わざわざですね、予約を開けてすいません、予約を開けたんです。予約を開けて、普段鈴木さんはカット以外にもいろんな美容院以外にもいろんな仕事をしてもらってて、美容院に入るのが少ないんですよね。そうですね。今月に半分ぐらい、半分ぐらいしか入らないんで、はい、残りの半分は別の仕事してるんですよ。その1日を今日金野さんのために費やしちゃった。大変貴重な時間をありがとうございます。プレッシャーです。じゃあちょっと打倒しまやんで、しまやに戻ったら、おっ、かっこよくなったじゃんっていう感じで見てもらうために、今日ちょっと、カットと、あと全身の服装をちょっと、うちの、可愛い女の子たちが、用意してくれたんですね。カネゴンさんの YouTube とか見て、それでこの人には、この方にはこういう服装が似合うっていうのを、今、全身服装まで用意しましたんで。ありがとうございます。ただ今日意外とかっこよくて。なんか、収録の時の感じ。ちょっとダサい感じで来てないと。仕事だから、ちょっと気合い入れてきたら。ビフォーアフターで、本当に。いきなりこのカットになっちゃって。よくないな。前回のその YouTube の時に、はい、もう気づかされたというか、心を改めて、もうその時からもう、はい、現在進行形で頑張ってる。あれに来ると思ったから。ビフォーアフターなんないじゃん。頭皮にも髪にも優しいシャンプー。ありがとうございます。いくよ、本当。手荒れが。そう、なくなるでしょ。手荒れが一切しなくなって、はい、で今日の朝実家でシャンプーしたんですけど、はい、実家の安いシャンプーだと手が荒れて、いくら手を離せない。それ本当なんです。美容師さんも本当に手荒れなくなって、うん、でもその手荒れ、美容師さんの手荒れをなくしたいっていうところから始まったシャンプーなんで。うん、詰め替えも返す、飛ばさせていただきました。ありがとうございます。実家にもこっそり置いとくのがいいかもしれない。そうですね。します。よろしくお願いします。カネゴンです。カネゴンさん、お願いします。お願いします。前髪の癖が少し強く出てますね。そうですね。ここはちょっとこう膨らみやすい感じかもしれないですね、はい、なので前髪はこう膨
癖を抑えるっていう意味と、あとはこう髪の毛の厚みを出すっていう意味で、少しこう短めに設定していった方が、形も取りやすいですし、格好がつきやすいかなと思いますので、ちょっと短めの前髪にしたいと思います。はい、でそれに合わせるように、やっぱり周りが横が膨らむので、ここはちょっとスッキリとしていきたいなと思います。はい、いくよ。プレミアムシャンプーを使いますんで。そうです、これがプレミアムシャンプーで、うん、育毛、白髪予防、うん、年齢は何歳ぐらい？年齢はね、あの一般的に40歳以上くらいの方に推奨してますけど、カネゴンさんだったらもう十分使えます。なるほど、はい、早速プレミアムを使っていく。なんか匂いが僕が普段使ってるのと違う気がします。そうですね、これは、シトラスハーブといいまして、うん、ちょっとあの大人の香りが、このボトルで5500円するという超高級シャンプーです。パワハラ男シマヤンでも結構コメントでもシマヤンそういう人間だったのかっていうガチで捉えちゃう。いや嬉しいですね。嬉しい。もっと言いましょう、もっと。もうそれで怒られるんですよ。それで怒られるのまたパワハラですか。いやいや。それからカメモンさんの、はい、頭の特徴とか髪の特徴はどうです？はい、そうですね、やっぱり癖系なので、うん、あの広がりやすいっていう特徴がありますよね、うん、特にこう乾くとこう膨らんでくるんですけど、うん、特にこの周りの横の部分は毛量も多いし、うん、癖もあるので膨らむ、うん、でもてっぺんの方がこう伸びてきて重さで潰れやすかったり、うん、毛量のせいで潰れやすいのでどんどん形が横広になっていってしまうんですよ、うん、そうすると形のバランスとしてはちょっとあまりよろしくないので、うん、やっぱりここを押さえてトップにてっぺんに高さが出るとバランスがすごく綺麗に取れるかなと思いますので、うん、トップのこの辺はどうすればいいですかね。この辺りはですね、あのやっぱり長さ自体はそんなに長くないんですけど、うん、パツッとした厚みを出して、うん、少しこう長さは短い方がやっぱりいいかなと思います、うんうんはい、なので全体的に短くするイメージですよね、うんはい、で多いところは量をしっかりと減らしていきます、うん、確かにこうやって見ると横がなんかボワッと多いですね。そうですよね、密度がやっぱりこう違うんです、うん、そこを揃えていくっていうのも一つの、はい、ポイントかなと思います、うんはい、なるほど。結構豪快に言いますね。そうですね。これこのままいくだろう、はい、YouTube 的には間違えて坊主になっちゃった。一番嫌い。そういうオチもありますからね。どっちに油断しないでください。カメモンさん、後頭部の髪の毛刈り上げたらちょっと首元が赤くなってましたけど、なんか肌荒れとか起きやすいですか？そうですね、肌そんなに強くない方なので、絶対いつで使ってほしいですよね、まあ、そうですね、こういうとかそうですね、服で使えれば、本当結構収まりってきますんで、本当にこう、美容室で使ってると、手荒れがなくなったんですよ、赤切れとか毎年、冬の時期はどうしても、何十人もシャンプーすると、どうしてもこう手荒れしてたんですけど、それが本当に今年は驚くほどなかったんで、そうか、鈴木さんも 20人分洗うからしますね。そうか、そうか、そうか。食ももしされたら、そしたらこう今度長めのスタイルとか調整も良さそうですよね、うんうん、そうですね、したいですね。もともと髪長かったんですよ、去年の10月ぐらい。去年は、はい、去年の10月、はい、でそこから、まあ、社長に切ってこいって言われて、切って一気に短くなったっていう。だから短い、お前髪の切ってこいよとんでもない、今だけあれですよ、髪の毛切ってこいなんて従業員の人いないですから大変です、そんなパワハラするの。いやいやいや、すごいパワハラ社長ですね。いやいやお前髪の毛切ってこいよやっぱ長いとそれでハゲが目立つっていう逆に、ね、っていうところで、まあ、横を結構バッサリカットして目立たないようにっていうのはちょっとやってもらった感じですね。なるほどね、はい、確かにそうですね。シマヤンもちょっと愛情を持って僕のためにやってくれてたっていうところはフォローしていきたいです。すごい、さすがですね。さすがシャテ怒られる。ちょっとこのまま眉毛まで結構やっぱいらっしゃるんですよね。職務に、職務を知ってるんですね、はい、結構やっぱり皆さん情報結構入ってるんで、はい、でもやっぱりどこでやったらいいかとか、そういうのでやっぱ悩まれてる方が多いですね。それは本当に調べてる方は行き着きますね、うん、とか、まあ、行きます、最終到達点みたいな、はいはい、僕、食毛クリニックを6月の、はい、第1週ぐらいからオープンさせるんで、場所が浜松町の近く、はい、大門浜松町あたりで、ちょっとここからは遠いですかね。すっきりきれいに、はい、うん、これでもう一度シャンプーして、あの乾かした状態と見させていただいて、セットになりたいと思います、はい、ありがとうございます、はい。大社長が髪の毛をお掃除なさってくださっております。いや、しょうがないですよ。僕の髪の毛をありがとうございます。カネゴンさんの髪の毛をすごい経営者の鏡だ。鈴木さん、シャンプーする時のコツとかあります？カネゴンさんの頭的にこうした方がいいのか、はい、そうですね、あのシャンプーはしっかりまず泡立てることがポイントなので、泡を立てるには、まあ、この水分ですね、お湯をかけてしっかりかけるのと、シャンプー剤が適量あるのと、あとこの空気を含ませるっていうのが結構ポイントで、ここでこう指をしっかり立てて中でこうモコモコさせてあげるとしっかりと泡立つので、うん、そうするとこの頭皮に
刺激が少なくって、うん、でそれをこうマッサージしながらシャンプーしてあげるっていう形がいいかもしれないですね、うん、こう寝かせちゃわないで指をしっかり立てて、はい、立てて、はい、で爪が当たらないような感じにしてあげる。最近なんか乾燥してるのがちょっと老けが気になるようにやってきたんですけど、その際の仕方も変わらず、そうですね、老けとかの場合は結構シャンプーとかの相性もあると思うんですよ。なのでこのシャンプー変えるだけでもそれが緩和されたりもします。だからそれがこうどれがいいっていうのは結構相性あるので、使ってみないとやっぱ分からないところはあるんですけども、なるほど。あとはヘアトニックですとかで保湿してあげるのも一つなんですけど、その原因が老けの原因が乾燥なのか、その頭皮が剥がれてる理由がちょっと変わってくるので、まずはシャンプーをしっかり変えてあげて、あとはすすぎをしっかり、シャンプーとかが残ってたりするとその頭皮があまり良くないので、すすぎもしっかりしてあげるっていうのが大事かもしれないですね。シャンプーした後のすすぎ、そうですね、はい、すすぐ時間としては大体どんぐらいがいいですかね。そうですね、このぐらいの長さでしたら、3分ぐらい、3分ぐらいしっかりすすぐっていう感じですね。加山さんいつも 何秒すすいでるんですか？うん、いっぱいの風に来るのね、そうですよね、それぐらいの感じだと思うんで、今までは3倍すすぐそうですね、一押し、はい、それが足りなかったのかもしれないですね、すすぎが、まあ、すすぎの後に今度こうトニックとかね、こう頭皮の、薬剤も染み込みやすくなりますし、この間見ててシャンプーでモコモコ指を動かす時間よりもすすぐ時間の方が圧倒的に長かったので、はい、はい、金子さんもぜひすすぐ時間3倍ぐらいで、はい、かしこまりましたドライヤーの乾かし方は、はい、ドライヤーの乾かし方がやっぱりてっぺんにこうボリュームを持たせないので、うん、てっぺんの髪の毛が頭皮に対して垂直になるようにこうちょっと持ち上げながら中にこう風を当ててあげると、うん、こう髪の毛がこう持ち上がるとこの高さが出てくると思うんですね。でただここのあたりは押さえたいんですけど、今のカットして間もない時はそんなに乾かしてそんなに膨らまないので、うん、どちらかというとこのてっぺんが立ち上がるように乾かしてあげるというので、逆立てる。ドライヤーの風量はマックスじゃなくて少し弱め、ちょっとそうですね、強いと結構跡がついちゃうんですね、うん、なるほど。なので少し風は弱めで、うん、しっかりと、で最近のドライヤーですとこの温度が調整できるので、ある程度乾いてきたら少しこう温度を下げてあげて、頭皮と髪の負担をあまり当てないように、うん、金本さんはドライヤーはいつもどうやってやってるんですか？もう分かんないです感覚でわーっとただなんか頭皮をしっかり乾かした方がいいっていうのはなんかネットで見たので、うんうん、まあ、しっかり乾くように意識はしてやってましたね、うんうん、しっかり乾かすこと重要ですけど、さっき鈴木さんのドライヤーの当て方でめちゃくちゃ印象だったのは、はい、風の強さと温度かなり気にしてたなと思って。そうですね、確かに。それで言うとマックスでガンガン乾かしてたなっていうのはありますねそこが悪かったかもしれないですね。頭皮結構鈍いんで、うん、ドライヤーの強い熱受けてもあんまり気づかないんですけど、今度は顔面にドライヤーをぜひ当ててみてほしいです。そうするともう熱で耐えられないと思うので、あんまり熱すぎるドライヤーじゃなくてちょっとぬるめの、うん、熱くないような温度だといいかなと思います。まあでもお風呂上がりの一発目はちょっと熱くてもいいと思うんですけど、うん、その後はちょっとぬるめな温度がいいかなと思いますね、うん、さっきおっしゃってた温度ですね、うん、はい、なるほど。髪をこう、あ、そうですね、なんか垂直に指を当てながらおっしゃってましたね、うん、それもあれですね、影を隠すための技術の一つかもしれないですね、うんうんうん、どうでしょうなんか非常に高性能高性能、これで描いてほしいですねえ、これ仕上げます、はい、お願いします、はい、島谷のこれ見せてほしい。襟がちょっと大きめですね。そうですね、全然違うな。普段全く着ないストライプとこういうデニムの感じなので、うんうん、すごい新鮮です。この部分はやっぱりちょっと流してちょっとここら辺は押さえてあげると形としてはいいかなと。M 字が、そうですね、そうなんですよ。ありがとうございます。ございました。すごい。いや、いいじゃないですか。すごくすごい。嬉しい。ありがとうございます。全然若いんですね。実は、どこがかなりスッキリしましたね。そうですね。刈り上げてもらって、前髪も結構ふわっとさせるのが特徴的だなと思います。そうですね。全く M 字が気にならなくなりました、ね。これで。本当にかっこいいですよね。はい、かっこよくなりました。これでバカにされずに済みますこれ大丈夫ですね、これは。はいはい、食毛ツアーといえば薄毛の窓口、詳しくは概要欄から。いや、鈴木さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。すごいです。結構かっこいいです。かっこいいですよね、うん、シルエットは縦が強調されるから、ね、そうですね。
どうですか、田辺さん、感想としては。いや、本当に新鮮な気持ちになれて、もう心もなんか豊かになった感じがしますね。正直、ちょっとあれ、今だと帽子かぶんない方がいいです。もったいない、もったいないですね。もうガツンといっちゃってください。いや、かなりいいですよ。服装もなかなか。そうですね。どうですか、こういう感じ。ちょっとなんか、下北って感じになって。おしゃれな。はい、馴染めそうかな。確か、まだ若いんですよ。実は27ですもんね、はい、なんかさっきまでちょっと40歳くらいだったこう見ると27歳だなと思って、もっと若いですね、はい、これも自信持ってね言ってほしいですよね。そうですね、十分ですね、うん、ありがとうございます。今後の服装のポイントとかは。そうですね、やっぱりまだね、30代になってくるとやっぱり服装も少しこう大人びたものに変えていく必要もあると思うんですけど、まだお若いので結構こう派手な色とかも思い切って着ていかれるといいんじゃないかなと。色使っちゃって大丈夫ですね、はい、いいと思います。はい、おかげさまです。帰りめちゃめちゃ持ってって帰る。これ結構横短く高いところまで借り上げたじゃないですか。はいはい、メンテナンスとしては何週間とかに1回切るのがいいですかね。そうですね、理想としては3週間ぐらいが理想なんですけども、まあ、長くても1ヶ月半ぐらいに1回ぐらいは、はい、メンテナンスしていただけると思います。わかりました、はい。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ディアログ下北沢店の、鈴木さんに、はい、鈴木さん今日はありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。さすがにもう3万人、3万回以上カットしてますからさすがでした。経験10年以上のスタイリストかなりたくさんいますので、さすが25年は鈴木さんしかいないんですけど20年くらいのスタイリストもいますから、ぜひディアログ下北沢店、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。めっちゃ良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、最後ちょっと島屋のいいとこも言ってもらっていいですか。島屋のこんなとこがいいっていうのもちょっとね、やばい。そう、3連発、はい、お願いします。3連発。島屋のいいところは3連発、はい、1個目人情深い。人情深い。2個目ノリがいい。ノリがいい。3個目2個目でした。はい、3個目。嘘をつかずに人と真摯に向き合ってアドバイスをしてくれます。なるほど、情熱だな、はい、情熱を持って、はい、じゃあ今回は本当にありがとうございました。ありがとうございました。薄毛は1年で治る。薄毛対策いろんな方法があるんですけど、植毛で薄毛をなんとかしたい方は僕に LINE の方で連絡をお願いします。 LINE は概要欄に載ってます。こちらです。